皆さんこんにちは。2005年首相を務めました生田竜二と申します。元木君からいただいた質問で、首相になったきっかけなんですけども、はっきりとあんまり覚えてないです。雰囲気もしくはじゃんけんもしくは何やったかなっていう感じですね。4年間の中で一番思い出に残ってる試合というところで、確かインカレ、1回の時のインカレ、東京でやったんですけど、その時に相手が東京学芸大学というところで、元アントラーズの岩政選手が、その時対戦相手を持ったと。で、うちもですね、私の1個上の先輩で、畠田亮さんが試合で出てまして、コーナーキックでですね、確か2人がものすごい競り合って、ほんで、岩政君の歯が、の頭に刺さって、ものすごい流血したっていう、なんかそんなことがあったような、なかったようなっていうのを、なんかすごい記憶に残ってるような、残ってないようなっていう感じですね。大学在学中の4年間はですね、もうとにかく失敗だらけだったかなというふうに思ってます。で、私がちょうどですね、2回ぐらいの時に、健さんが、コーチで来てくださって、それまではですね、毎日土のグラウンドで、毎日同じメニューで、練習してたと。それを劇的に変えてくれたのが、健さんというところがありまして、すごい感謝してるんですけども、トータルでやっぱり4年間見るとですね、自分自身もっとやれたんちゃうかなとか、ちょっといろいろ大学入って、お金も、ギャンブル面でもそうですし、お酒も覚えましたし、そういうところから、失敗続きで、結局、何も残らなかったなというふうには思ってます。なのでですね、この4年間、いろいろ振り返ってみるとですね、長いようでやっぱり短かったかなと、あっちゅう間やったなというふうには思ってます。で、未練たらたらでですね、東京に来てもまだ、在籍だけはしてるというところで OB チーム、一応ですね、背番号10番をつけてですね、在籍してますんで、その時、当時4年間をやり残したことっていうのはですね、今、やりたいなと思ってやれてないというところでございます。現役生に向けて、4年はですね、先ほども申したようにですね、長いようでものすごい短いかなというところがあります。ほんで、やっぱり二十歳そこそこの、若造というところで、私も在学中はですね、いろいろありましたけれども、やっぱりサッカーでいろいろやっていこうという人も多いかと思いますが、世界に目を向けるとですね、やっぱり19、二十歳、そこそこでトップリーグで活躍している選手がおるということを考えると、自分自身がやってることって、ほんまにこれでええんやろかとか、そういうところを突き詰めていってですね、自分がやるべきこと、目標に対して、その過程も含めてですね、最短距離で、到達するためには何が必要かと、絶対足らへんことばっかりやと思うんですね。なので、その4年間、長いようで短い時間というものを有効に使ってですね、ぜひとも前々とチャレンジしていってほしいというふうに思ってます。次の首相はですね、2004年卒業の西孝之君。孝君にはですね、いろいろ聞きたい質問がありまして、その中の一つ、ちょっとピックアップさせてもらって、確か僕が3回の時やったかな、多分高槻の総合グラウンドで、リーグ戦やったと思うんですけど、
阪南大学相手に、試合しとって、ほんでまあ、僕中盤で、タガ君、センターバックでやってて、ほんで、まあ、攻められてる時にですね、まあ、僕はもうピッチ上からも見て、キャプテン翼の石崎君っているじゃないですか。その石崎君を見てるかのようにですね、まあ、相手がこう攻めてきてもキーパーとシュートみたいな時にタガ君がグーいって、そこスライディングやっていうところをなぜか彼はですね、ダイビングヘッドでこう、まあ、地面すれすれのボールシュートしようとしているところを顔から突っ込んだっていうところがありましてですね、あの時は何してんねんこの人とほんまにびっくりしました。あの時の心境をぜひ、聞かせてください。よろしくお願いします。